自分やらかしてるんですね。実現したことない。じゃあさ、それやめた方がいいんじゃない？あ、なに？ぶっこんどしかった？いや大丈夫、それじゃあさ、後で聞くようになってるから。こんにちは、クライミングチャンネルです。今日は、ユース世代を牽引する。ユース世代のエース、今泉優太選手にお越しいただきました。お願いします。で、インスタグラムの、クライミングチャンネルのインスタグラムのアカウントで、事前に撮ったアンケートをもとに、何でも聞いてんじゃん。じゃあ、最初柔らかいのか。出身地はどこですか？出身地は茨城です。茨城県。牛久市。牛久市。あ、だいぶ。そうだよ。よく知ってますね。今はリードとボルダー、どっちをメインでやられてるんですか？どっちもやってるんですけど、好きなのはボルダーです。外も中も両方。どっちもやってます。どっちもボルダーが好き。ボルダーが好きです。でもなんかこれからパンファン行ってきてる。ちょっと一応やらなきゃいけないって言ってたから。そう、LGC に向けて。LGC。BJC も終わったわけなんで。そういえば BJC どうだったの？いや、お疲れ様しました。範囲は何だった？範囲は、何だろう。何だろう。追求して申し訳ないね。なんか、イライラして。イライラして。登れなくて。できない自分って。いや、課題が難しくて。クソみたいな。そりゃそうよ。課題難しいよ。どういう課題が好きなの？コンプレッションっていうとこういうの胸筋使う確かにね、なんかいろんな動画とか見てもそういうの好きだそれ得意です結構セットでもそういうのセットするでしょそういうのまあ見てるもん見てる結構見てるからさロッキーのインスタでスローパーゲームまたいるよカチカチだとつまんないからカチ嫌いいやカチ嫌いじゃないですよまあ得意っつっちゃまあ得意です何の方法ですかモテるスローパー。で、こうやってこうやってやろうと思う。で、こういう課題も考えちゃう。もちろん来年も出るんだね。出ます。来年は何目指すの？決勝っす。決勝。都市圏が決勝が多い。そうだよね。もうちょっと、防音しないとかな。クライミング始めたきっかけは？きっかけか。僕結構やんちゃな、昔からやんちゃで。わかるよ。昔からっていうか、今はやんちゃっすか。一応まだ高3だわ。そうだね。木とか登ってて。うん。ここで怒られてる登れるとこないもん怒られないで登れる場所なんか筑波に UR の中に UR の施設があるんですけどそこにスポーレあ、スポーレ筑波スポーレあ、知ってるそこで体験して登り込んであ、ここなら許されるみたいなやっちゃだねそれがそれいつのことそれ多分小学3年生ぐらいですあ、じゃあ9歳とか10歳とかそのぐらいかで、今18か9年ぐらい8、9年やってしまう結構もうそれ以来もずっとクライミング一筋だから一回柔道とか柔道やったんですよ柔道中学1年生ぐらいの時に柔道入ったんですけど柔道部に入った部活でやってたんですけど首怪我しちゃってえ、そうなんかマット運動してたのそれでなんかもうやめようってクライミングに戻ったりただクライミング支障はないのあ、今はないですね水泳とか体操ってさ、やってる人多いけど柔道がいない人いないね初めて聞いたへぇ、面白い普段のトレーニング、どんなトレーニングをしてるんですかトレーニングっていうトレーニングあんましてなくてしてないのとりあえず登るみたいな自分がもう限界グレードぐらいをひたすら打ち込んでるおぉじゃあもうなんかこういう、今日はこういう登り方するとかっていうのは決めないのないですもう登るなるほど、それでもここまで強くなれるんだ。なんで自分は強くなるんだろう。だってさ、アジアユースだよ、2位。アジアユースはそうですね、あんまり強くなるんですよ。いや、アジアユースじゃなんで2位になるの。なんだろう。優勝したかったんですけど。まあ、それはそうだよね。なんだろう。なんかタイプが。タイプあったのか。あ、自分じゃなくて。イージーな。自分にはイージーに感じてなんか登る量が週どんぐらいで登ってるの週5ぐらいです週5もうコンスタントに毎週絶対週5毎週週5その数は決めてる週5はとりあえず今日5かなみたいなやっぱ登りたくなるんだそうだからそのなんか3日やると疲れるからその3日休んで1日レースをしてるなんかそういうサイクルになってるんですよだからこれが強さの秘訣じゃああと何が足りないと思うアジアユースの優勝に向けて優勝それは何だろう
単純にパン有名が強かっただけです。ああ優勝したのね。すごいね。すごい。彼との差は何が？経験値。経験値。わかんないです。じゃあそうだ。もっと研究しようぜ。目標に向けて自分に何が足りないか分析してトレーニングする。スラブ力。スラブ力が分かってんじゃん。でもめんどくさいからやんないです。スラブ嫌いなんで。最高グレードは？最高はボルダーが余談で。おお。レッドポイント。レッドポイント。なんかジムで1回だけ 14B を持ってた。おお。やるね。ホームジム。ホームジム。スポーツ。2年前です。外で読んだんですよ。外で読んだんですよ。あ、鉄骨？結構あ、なんでよくない？いっぱい思ってもね。10本以上タイミングチャンネルにいっぱい動画あるよ。で、この間ね、鉄骨の動画見てて、あのホールドはそんな保持できないよって思ってたんだけど、なんかムーブが違うらしいですよね。あ、そうなの？これからもっと高み目指していくこうなんで。そうですね、ドラムとかピンチはどうやったら強くなりますか？まあ、トレーニングしてない人間からですかね。トレーニングにこだわりのない人間大の意見に言ってみてもらおうかな。ピンチ課題をするひたすらやればいいんじゃないですか。ピンチ課題、ピンチの出てくる課題をひたすら登るだけ。そうそう、ダメだ、おじさん参考になんで。はい、じゃあ、はい、ベスト日は普段何してるんですか？ベスト日は、まあ、今寒いから行かないですけど釣り行ったり。釣り？釣り。あ、釣り好きなんだ。釣り好きです。誰しも。あと一人です。一人でか。クライミング界でいうと、小沢慎吾さん行きました、一緒に。あ、一緒に行った。そうだね。俺結構あの人のね、釣りのネタ好きだから、そうです。見てんだけど、一緒に行ったんだ。一緒に行きました。霞ヶ浦とか。ああ。学校がもう、霞ヶ浦で歩いて1分ぐらいのとこにある。え、何、学校帰りに行くの？なんか、昼休みとか。昼休みとかに行くの？結構自由な感じで、学校は。レストの日、他にはやることない。あとは、カラオケ行ったり。カラオケ。友達と。友達と。ぐらいですかね。なんか普通の高校生だね。休みやる。普段食事で気をつけてることとか、なんかこうケアしてるなとか。インドカレーが好きで。インドカレーなんか週3ぐらいに行くんですよ。週3でインドカレーか。あんまりなんか減量してもすぐ残っちゃう。もうなんかやめられないです。ダメだね、参考になんないわ。君贅肉にしかならないんだけど。ホント。はい、好きなホールド。じゃあこれ今言う聞きたそうな人が、髪の色とかどういう気分で変えてるの？髪の色は結構変わるじゃん。金がやって、あと何だろう、ちょっと赤っぽいの、うん、あと足もね、やってたよね結構。だからシルバーっぽいの。じゃあ次の色とか決めてないの？次の色は決めてないです。決めてない。あ、じゃあリードジャパンカップでリードで予選落ちしたら何色するの？何色がいい？知らない。じゃあピンクにしよう。じゃあピンクにしよう。フラレット。あ、ね、ぶっことしかった。いや大丈夫、それちゃんと後で聞くようになってるから。ピアスはそれは何？自分だけなの？これ全部自分で。自分だけなの？それやると強くなって。いけないっす。登ってる時もそれつけたっけ？登ってる時も外すのめんどくさいんで。クライミングやると邪魔になんないんですよ。スラブとかやるとたまにぶつけるんですよ。これ一回です。苦手なムーブをどうやって克服するか、どうやって克服してるんですか？克服か、してないかな。とりあえず、なんか自分の苦手な動きを出る課題をひたすら登るみたいな。だからできるまでやる。あ、一応そういうトレーニングはしてるんだ。一応その。してるじゃん、トレーニング。スラブをちょっと今日はちょっとだけやろうかなみたいな。今、いつもよりスラブ多めでやるんですけど。え、いつもどこで登ってる？リードはスポール。スポール。ボルダーはでも結構いろいろ点々としてるんですけど、うん、まあなんかロッキーのつくば見てるんで。そうか。でも、まあそこでバイトしてる。バイトしてる。そうか。セットって結構いろんなロッキーのいろんなとこでやってる。でもいや、たまに入れる。基本あそこでセットしてる。足引っ張ってばっかりで。いや、セット技術的には。そんなことないでしょ。いや、そんなことある。いつも怒られる。いつも何して怒られるの？ビス打つの忘れちゃった。ちょっと怒られて。いや、ちゃんとビス打ってよ。他にないで怒られた。あとテープ貼れます。あと課題が詰まんねえ。それ誰に怒られる？釣り行くときは仲良くしてるの？結構なんか、その時はいい。セットの時は怒られる。セットの時はなんか怖い。そうなんだ。コンペ中は何を考えてるんですか？例えば、予選だったら、準決で姿とかを勝手に思う。ああ、何次の。そう。
ゴールの姿、決勝だったらちょっとまあなんか優勝できないかなみたいな頭の中で妄想してるんですけど、あんまりそれが実現したことないじゃあさそれやめた方がいいんじゃないのでも JOC とかは、うん、なんか妄想してたら、妄想してたらいい感じに優勝した、そうだよね、 JOC 優勝したもんかし、おめでとうだいぶ前ですね、だいぶ前ね、思考的に勝手にしちゃう、ボンドする。クライミングがつまんなくなったりすることありますか？しょっちゅうクライミング嫌い？いや嫌いじゃないですよ。だから今行ってる時とかは、うん、すげえ楽しくていいんですけど、なんかコンペとかで負けるとうわもうダリーみたいな、あんためのおっさんだみたいな、負ける時は結構あります、ね、あとなんか登れないとか、そういう時どうしてる、どうやってモチベーションを上げるの？強い動機と登ってる人、強い動機モチベをもらって、誰と登る、中村隼人、中村隼人とか、シュートあの辺の世代とか、やっぱ一緒に登る仲間がいるとモチベーション、まあ、回復するっていう、朝はなんか岩場岩場行くとモチベーションが回復する、ボルダー、まあ、どっちでも岩場の方が好き、それはそうですねじゃあ今度どこ行くか、どこ行きたい？ゲロ行きたいです。ゲロ遠いからやだ。好きなクライマーは都市竹内です。都市竹内みんなその都市竹内って言うけど、なんでなんですか？わかんないけど、わかんないです。都市竹内、竹内さんが好きです。なんどこが好きです？やっぱかっこいいですね。身近で見てて、残りなんかいろんな動画とかあるけど、やっぱなんかあのスタイルいいよね。かっこいいです。ビショップの動画とか結構見ちゃう。見ちゃうんですか？めっちゃかっこいいっすね。一緒に仕事したいとかもですね、セットとかも結構一緒な、そう、シトの時とかもめちゃめちゃ強くて、かっこいいな。仲のいいクライマーとか、クライマーとか、田中修太中村隼人、あと伊藤勘太郎です。伊藤勘太郎か。結構同世代仲いいんだ。あんまり上の代下の代交流ない。怖くて、怖いの？怖い人もなんかお前その見た目とキャラでさ、なんか上の人たち怖いですって。マジ95年生まれの、ね、世代で結構あったりしてんだけど、なんかあいつなんか可愛いよねって結構言われてるけど、いや言えないけど可愛いやつだよね、みんな言ってる。そうなんですよ。怖いそれを怖いって感じじゃないよ。普段何のシューズ履いてるんですか？そういうのニューゼロス。これニューゼロ、ニューゼロス。これ結構あれだよね、シャンクが入ってないです。やっこいよ、やっこいです。柔らかいシューズ好きだね。なんで柔らかいシューズの方がいい？なんか足が楽になるね。外でもこれ入って、外でもそれ迷彩柄のシャンクアリーも出てて、それとかも使い回し、じゃあもうどっちかなんだ。どっちか、ニューゼロ。ニューゼロのこれ強みは、強みっすか、うん、足入れがいい。足入れがいいんだ。まずなんか、まあ、フリクションがいいですよね。柔らかいの、うん、ソールの、もうどの傾斜にも対応できるんだ。そうそういう感じ。スラブのあの超タイピストとかもいいですけど、まあ普通になんかノーシャドウとか踏むんだけど、だからスラブ苦手なんじゃないの？いやでも大丈夫ですよ。面形はマジ最強っす。あともなんかヒールがアナサジっぽくて、まあ、意外とカッテリして効くんですよ。アナサジっぽいから、アナサジとか好きだった人はこれいいんだ。うまそうです。普段何のチョーク使ってるんですか？フリクションラボのバンバン、バンバン、あれを使ってるそれです。赤いやつ。赤いやつ。ソイルじゃないんだ。ソイルじゃない。フリクションラボです。フリクションラボなんだ。あれ、ボルダーもリードも。ボルダーもリードです。あれ。もうフリクションラボだけ使ってる。アドフリクションも使ってます。アドフリクションつけて、うん、バンバンつけると最強、めっちゃ効きます。アドフリクションプラスバンバンでも敵なし。まあ敵なし。岩場に行くのってどんぐらいの頻度なんですか？でも前は週1で行ってたんですけど、うん、そのコンペとかない時とか、うん、今最近は月 2,3 ぐらい。月 2,3？ どういうところ？でも奥多摩方面、奥多摩好き、奥多摩ぐらいしかないじゃん。電車で。そうだよね、高校生の頃。そうだよね、あの御嶽しか行ってなかった。御嶽、加納と、またその辺。じゃあ、今後の目標、ワールドカップで、
うんうん、活躍するのはもちろんなんですけど、ですけど、まあ、それと別として5段を、うん、ポンポン登れるくらいまで、5段をポンポン登れるくらい、まあ、そんな人いる竹内さん、野村慎二さん、野村慎二さん、やっぱ目標は外岩に行くんです。コンペ嫌いもしかしてあんま好きじゃないですか。正直言ってあんまり好きじゃないですか。あ、そうなんだ。そういうこと言うと、あの代表、あの強化選手になれないから言うのやめなよ。まあ一応日本代表選手としてやっぱみんなクライマー、みんな強くなりたいんだけども、その強くなるにはどうしたらいいんですか。一言なんでしょうか。なんでしょうね。普段トレーニングをしない人間にこう言わせるのもあれだけど、とりあえず登りましょう。とりあえず登る。気が済むまで。気が済むまで登る。適当だ。気が済むってでも疲れ果てる。疲れ果てる。適当なの。まあでもね、これから期待してますんで、頑張ってください。いやマジで期待してるから。あのその世代で、あの一番俺は伸びると信じてる。本当ですか。最初に言ったようにユース世代を牽引するユース世代の。エースだと思ってるから、あんまりプレッシャーかけるとよくない。頑張って、次こういう人にインタビューしてほしいとか、そういうリクエストある。じゃあ野村氏から。野村氏同じ茨城から。あ、茨城出身の。あ、同じです。どんなこと聞いてる。なんで育ちですか。あ、じゃあ彼の意見を参考にしてトレーニングをこれ作ってみようか。人もなんか登ってるだけとかいつだけど、あーでもどうだろう、いっぱい動画っていうの見てさ、こうこうやってやばいの、ハングボードが片手、あ8ミリフロントレバーとか意味わかんない。意味わかんない。じゃあその謎を解明しに、じゃあクライミングチャンネルしようかな。お願いします。解明しよう。感の謎を。はい、じゃあ今日はありがとうございました。またお越しください。あのじゃあまた5段登れたらもう一回行ってますよ。もう一回来てもらうから。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。よろしくね。